リーナオくんは、大韓民国、ソウル特別市出身の元プロ野球選手、ロック歌手、野球指導者、野球解説者。左投げ左打ち。日本球界での登録名は、サムソンリー。ソウル高校から、高麗大学を経て、1992年の一時、ドラフト1位で、LG ツインズに入団。大学4年の春、聖金館大学との試合で14社。 連続脱三振を記録して三振が取れる号級の左腕として注目を浴びた。入団当時1億8800万ウォンの契約金で、これは当時の史上最高額の新人契約金であった。プロ入団時に選んだ背番号は47で、これは西部の47番をつける左投手に憧れてと本人が明かしている。日本とアメリカではチームの地上で、 他の背番号をつけたものの、韓国では最後までこの背番号を貫いた。1年目の1993年は9勝9敗を記録するも、8月の中旬で肩を痛めて途中離脱。その後のチームの失速の一因になる。この肩痛は持病である習慣性脱臼によるもので、左腕の血行障害と合わせて何度も彼を悩ませる原因になる。 1994年に18勝、1995年に20勝で2年連続で最多勝ち。1995年の20勝は韓国プロ野球で5年ぶりの記録であった。1996年はシーズン序盤で肩痛と腰痛でチームから離れた。このためチーム成績も振るわなくなり、理工館のシーズン途中での監督会任の一員にもなった。 1997年には、肩痛の影響で一試合で多く投げられないことを受けて、抑えに転向して最優秀救援投手を獲得。1997年のシーズンオフ、当時メジャーで高成績を上げ始めた、ボクさん、ヒロシの影響で、球団承認下で、ポスティングシステムを使って、メジャー移籍を試みる。しかし、当時は、 韓国プロ野球のレベルについて認識が低く、少なくとも200万ドルの遺跡量を期待していた、球団側の思惑とは裏腹に、ボストンレッドソックスが60万ドルで落札。これを受け、球団はメジャー遺跡を諦めさせて、提携関係にあった中日ドラゴンズへの遺跡を進める。メジャー志向が強く、日本遺跡には興味がなかったが、韓国でやりたくないなら、 メジャーでも認められている日本で活躍して、そこからメジャーに移籍すればいいじゃないかという球団の説得を受けて、中日移籍を決心したという。1998年に、中日ドラゴンズに入団。先導列、李小判と合わせて3人の韓国人選手が在籍したことから三重子と呼ばれた。しかし、上記のメジャー入り騒動で揉めたため契約したのが4月で、 キャンプも6に行っていなかったため打たれることが多く、遺跡初登板となった5月9日の対巨人戦で、元木大輔に1ボール2ストライクから投じた5球目を本塁打にされた。元木にはその後も6月6日の試合で1、四万塁から走者一層の三塁打を打たれた。星野監督からは途中で2軍行きを命じられ、持病の腰痛と血行障害が再発し、 一年目は一生に止まった。1999年当初は先発だったが、血行障害と大学時代からの持病である習慣性脱球の影響で後半から中継ぎに転校し、岩瀬一則落合英治と共に活躍。六勝を挙げてチームのリーグ優勝に貢献。しかし、日本シリーズでは肘の故障で出場選手登録から外された。 日本シリーズを前にして、マスコミの前で、翌年のメジャー挑戦の意向を明らかにした。同年オフに、中日を退団し、ボストンレッドソックスに入団。これで、韓国、日本、アメリカの3カ国のプロリーグを経験する選手となった。なお、リンより前にスコット・クール・ボー、後に、フリオ・フランコ、グーズ・アキラ、高津・シンゴラも経験している。2000年に、中継ぎとして、 メジャー昇格を果たして当番機会も得るが結果が出せず、2002年シーズン開幕前、同チームからウェーバー工事にかけられて、オークランドアスレチックスの 3A チームに移籍。だが、当時のアスレチックスはメジャーでも1.2を争う協力投手陣を要しており、メジャーへの昇格がほぼ絶望的な状況で、古巣の LG ツインズからの要請を受けて復帰した。 最初から韓国復帰の時には無条件で元の所属チームに復帰することを前提として海外移籍を容認したことで他のチームに行くことはできなかった。同年はシーズン途中からの出場でありながら7勝2敗18、西部防御率1.68でチームの韓国シリーズ進出の立役者になるも2勝3敗で迎えたシリーズの第6戦。 3点リードの9回裏に登板して、李昌陽に同点の3ランホームランを打たれ降板。そして、彼の後を継いで登板した、西本郷がすぐさま馬海栄にサヨナラホームランを打たれ、チームはそのまま敗退。韓国シリーズでのサヨナラ負けは、史上初の出来事でもあった。翌2003年4勝4敗30セーブの成績を上げたが、9位の低下によって、 救援失敗も増えてきて、防御率は3.34と、昔のような安定感は失っていた。このような器具の中で迎えた2004年のキャンプで、趣味である音楽活動をめぐって、監督と対立。その結果として、s k イバーンズにトレードされるも、不調によりシーズン途中の6月7日に引退して、ロック歌手へ転校し、ホワットというバンドのギタリストとして、 韓国で活動していた。またソウルで理髪店などを経営していた。金髪と長髪が特徴だったが、2012年秋、LG 在籍時の監督だった、金星根の誘いで、独立球団、カヤワンダーズの投手コーチに就任した際に沿った。ワンダーズの解散に伴い、2015年は、トサンベアーズの2軍投手コーチを務め、2016年より、 フルス・エルジー・ツインズの2軍、3軍の投手アカデミーの担当となり、2018年に退任した。2019年より、韓国のスポーツテレビ局の野球解説委員として活動している。サムソンという彼のニックネームは、投手陣の大黒柱として、チームを支えてきたのが、旧約聖書の登場人物の一人である長髪の死士のサムソンを連想させることで、 韓国のスポーツ紙により付けられたサムソンリーに関するカテゴリーありがとうございます。